今日はですね、足元の悪い方お集まりいただきありがとうございます。まあ、新潟でこの GHC タグに挑戦ということが決まって、自らも自分も清宮も興奮した毎日を過ごしています。そうですね、まあ、この間の札幌の前哨戦で、まあ、自分はこの2人にシングルで勝つことができましたけども、この2人のタッグの絆というものをね、別に甘く見てるつもりもないですし、その前哨戦で勝ったとしてもしっかりと新潟では緊張感を持った戦いをして、この止まらない2人をしっかりと止めたいと思います。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。タッグリーグを制覇して、タッグでは、まあ、今僕たちが一番勢いがあると思ってるので、この勢いのまま豪快にベルトを取りに行きます。初防衛戦だけど、たった1回の防衛すらできなきゃ、ヨネストームから取ったこともベルトを巻いたことも全て記憶にも流れてしまうからね。しかも相手は一回タッグで負けてる塩崎清宮だ。きっちり勝ってチャンピオンとしての第一歩踏み出したいと思う。応援よろしく。そうですね、確かに、豪快タッグ、勢いはあると思います。でも今回のタッグリーグの前に結成をして、その勢いだけで掴んだ豪快タッグと、やっとの思いでこのベルトを掴んでやってきた俺たち G アグレッションのその歴史の差を当日は見せつけたいと思います。タッグリーグでも、まあ、前哨戦でもすごい、どちらも体を痛めつけられるような厳しい試合だったので、まあその今はそのやられた悔しさをこうバネにして当日の、タイトルマッチに臨みたいと思ってます。もう個々の力は2人とも高いと思ってますし、やっぱりそれだけのトップの選手だと思ってますけども、ただこの2人の絆というものをね、さらに気をつけて、シングルではなかったその絆というものに気をつけてタイトルマッチは臨みたいと思います。まあこの若さとフレッシュさでベルトをつかみたいと思います。注意点、気をつける点は特にない。リーグ戦でやられたっていうのとね、あと前哨戦は、清宮の方には勝ったけども、塩崎にはまた小天パにやられたんでね、その悔しさというか、チャンピオンとしてあるまじき敗戦をしたのでね、その落とし前をきっちりつけるだけです。中島さん。まあそうですね、僕も同じですね、まあ、前哨戦で負けてるんで、その借りを、まあ、この日は返す日だと思ってます。まあ、勝った方はね、ただの勝った試合だって、流れてるかもしれないけど、やられた方はずっと心のどっかに残ってるんでね、その悔しさっていうのは。もう、その悔しさを払拭させて、胸張ってベルト巻くためにもね、塩崎から取りたいと思います。まあ、確かにリーグ戦もこう欠場とかがあったりして、まあ、すごい自分的にはチームに迷惑をかけましたけど、塩崎さんの戦いっぷりを見て僕も奮い立つ部分があって、そこで今のモチベーションとしてはすごい高いものがあるので、まあ、当日は本当に僕が取るっていう気持ちを持って挑みたいと思ってます。
います。